ララベルは MVC の Web アプリケーション開発用の無料オープンソースの PHP で書かれた Web アプリケーションフレームワークである。ララベルは MIT ライセンスの下でリリースされており、そのソースコードは GitHub にホスティングされている。マイクロソフトのネットの開発に関わっていたテイラーをトウェルが開発し、テイラーを中心としたコミュニティが活発な開発を 続けている。2021年1月現在、GitHub でのスター獲得数が PHP、Ruby、Python 等のバックエンド系プログラミング言語のフレームワーク中で最も多いなど人気のフレームワークの一つとなっている。最新のバージョン8の対応する PHP はバージョン7.3以上となっている。2020年9月8日、ララベルニュースにおいて バージョン8がリリースされたことが発表された。バージョン8では、多要素認証やメール認証を含んだ新しいユーザー管理機能スキャフォールドであるララベル、Z ストリームがリリースされたほか、以前はデフォルトでは、アップディレクトリ以下に追加されていた、モデルクラスが新しく追加されたディレクトリアップ、モデルズ以下に追加されるように変更され、またモデルファクトリーの改良、 複数のマイグレーションファイルを一つの SQL ファイルにまとめる機能等が追加された。ララベルバージョンズによれば、バージョン9のリリースは当初2021年9月のリリースを予定していたが、新法26.0のリリースが遅れることもあり2022年1月に変更になった。バージョン9は LTS であることもアナウンスされている。また、 バージョン中は2023年1月のリリースを予定しており、こちらは LTS ではないものの、セキュリティフィックスの期限が2025年1月と、リリースから2年後の予定となっている。これは以前の非 LTS のバージョンのセキュリティフィックス期限と比べて長くなっており、従来のリリーススケジュールからの変化が伺える。主要な Web アプリケーションフレームワークの中では、 後発のフレームワークであるララベルのバージョン1は2011年6月にリリースされた。バージョン1のリリース後、バージョン2、バージョン3と早いペースでリリースされた後、バージョン4ではコードがゼロベースから書き直され、当時スタンダードになりつつあったパッケージ管理システムのコンポーザーを採用し、PHP の歴史のあるフレームワークであるシンコーニーのコンポーネントを利用するなど、 抜本的な変更が行われた。2015年2月にリリースされたバージョン5.0はもともとバージョン4.3としてリリースが予定されていたところ変更点が大きいということでメジャーバージョンアップ扱いになった経緯がある。コミュニティの活発な活動を背景にほぼ半年に一度のバージョンアップで繰り返し機能追加、 等が行われており、セキュリティフィックスの期限も1年と比較的短期間であるために、ララベルで作られた Web アプリケーションは常に最新のバージョンに対応していく必要がある。ただし、バージョン5.5やバージョン6は LTS となっており、これらはセキュリティフィックスの期限が3年間となるため、LTS のバージョンを利用するユーザーは他のバージョンから比較して多い。ララベルは、 フルスタックのウェブアプリケーションフレームワークであり、ルーティング、リエクスト処理、ビュー、クエリビルダー、オーム、DI、認証等のユーザー管理、ユニットテスト、ブラウザテスト等、現代的なフレームワークが要求される一通りの機能を実装している。またコンソールから、アルチザンコマンドを利用することにより、コントローラやビューのひな型の作成、データベーススキーマの作成等、 一通りの作業を行うことができる。また、ユーザーのオリジナルのアルチザンコマンドを作成したり、コントローラー等の通常のコード内からアルチザンコマンドを呼び出すといったこともできる。ロレイコンはララベルのコンベンションのことである。様々なスポンサーの追加支援を受けたユーザースケイップによって大規模にオーガナイズ化されて開かれている。ララベルは MIT ライセンスの下にライセンスされている。 オープンソースのソフトウェアである。すなわち、ララベルを誰でも自由、無制限に扱ってよい。ただし、著作権表示及び本拠諾表示をララベルのすべての複製、または重要な部分に記載しなければならない。作者、または著作権者はソフトウェアに関して一切の責任を負わない。ララベルの名前は、ナルニア国物語に登場するナルニア国の王と、 ケアパラベルにちなむ。ララベルを軽量化したマイクロフレームワークとしてルーメンがある。ありがとうございます。